処理がありません。お時間です。今から内股の解説を実施したいと思います。すりこたれた状態で内股に行こうと思うとなかなか難しいので、最初はなので、話してもらって、ここ持ってもらって入った方が最初は形が作りやすいです。その状態で練習するっていうことですね。で、引き手は自分の目線よりもしっかり読み上げて手首をしっかり返すというところですね。で、釣り手はこれが難しいんですけど、立てる、釣り手を立てるということですね。立てて自分の方向に引っ張って自分の顔を殴るみたいな感覚で入る。これを同時に動かす。で、次に、右足は、足1個分ぐらい上げてもらって、ここでポイントなのが L 字を作ってもらうということです。ここで L を作る。よくありがちなのがこういう内股です。降りてしまう相手と、隙間ができてしまって、相手は十分に引きつけてない状態で足を上げてしまう。これだと分からないので